こんにちは、レイです。ということで、今回はですね、待望のスナイパー復活ということでですね、最近のアップデートで、今までなかったスナイパーがね、追加されました。それもね、スナイパーが戻ってきただけじゃなくて、新しいスナイパーとしてね、出てきたのでね、今回はそちらを使って、その実験やっていこうかなと思います。ということで、本編へ、レッツゴー。アイテムショップから、クリエイターサポート、レイ FN、絶対してくれよな。よーし、ということで、今回売れるのはこちら、オリンポス団。ここにね、NPC がスナイパーを売ってるらしいんですよ。なのでね、ここ行きたいと思います。今シーズンのスナイパー、もうすっごい出現率が低いんよ。もう1試合に1本手に入れたらいいぐらい出現率が低いんで、NPC から買います。何事も金で解決。これが大人の世界よ。この時のためにね、お金貯めてますから。見て左、右下。4872円。100本買えるわ。こんな遠いのに来てる奴らいるな。もしかして、知ってる奴らが買いに来てるスナイパー。どこに NPC いるんだ？スナイパー売りの少女がいるはずなんだけど。本当にいる？オリンポス団にボットなんて。これ騙されてるこれ。ボットのマーク出ないけど。いやいやいや、リスナーさんを疑うわけにはいかないよな、さすがに。はい、こんにちは。違う違う。そういうんがしたいんじゃないよ、俺は。スナイパーが欲しくて来たんだよ。あれ？いるやん、いるやん。こいつか。待ってよ、まだいるな。売ってる？これか！ 300 円！安い！即買い！たまねえ！来ました、ついに！やっと始まったよ、新シーズン！スナイパー狩りはもう何でもいいのよ、こっちは。できる。328！気持ちよすげえ！ついに帰ってきたよ、神ゲーが。これを待ってたんよ。じゃあ、このスナイパーね、車へのダメージもでかいってことで、まあ、今シーズンメタのね、車にも強いっていう。最強やないか。まあ、じゃあちょっと雑談なんですけど、僕強制のワイヤーがやっと外れまして、いつからやってたのかな？ 19 歳からやってて、まあ、最初ね、まあ、2年間ぐらいで終わりますよって言われてたんだけど、まあ、気づけば5年経ってて、長いなと思ってたんだけど、やっとね、強制の呪縛から解放されたわけですよ。なんですけどもだよ。ワイヤーが外れたと思ったら次は、マウスピースをしろって初めて。話違くない？最初そんなこと言われてなかったもん。2年間ぐらいで終わるよーで5年やらされて、5年やった後次はマウスピースはいどうぞって。ふざけんなって！なんかそれも、これいつまでやるんですかって聞いたのよ。マウスピース。そしたら、あー一生ですね。詐欺やん！俺一生マウスピース生活なの？なんか、歯医者によると、ワイヤーでね、無理やり歯の位置をずらしたから、固定しておかないと戻っちゃうみたいな。ガタガタの歯並びに戻っちゃいますよ、みたいな話で。まあ、夜とか寝る前は、もう今後一生つけたらいけないみたいな。詐欺やん！先言えって絶対。そんな説明されなかったんだけど。なのでね、まあ、歯のワイヤー矯正考えてる人はね、今一度僕の話を思い出して考えてみてください。そんな一生毎日ね、寝る前にマウスピースをはめるとかいうめんどくさい作業をする覚悟があるのかっていう。俺はなかったよ！そんな覚悟なかった。けど5年も経っちまった今。今頃やめれないっていう。えぐいって。なので僕のこのね、滑舌の悪さは一生治りません。実況者としてあるまじき行為なんだよな。喋りにくいって。あ、いるな。俺のスナイパーで分からしちゃうか。もうこれ車じゃん、絶対。もう車だよ。もういいって車。は？気持ち。うわぁ！脳みそから汁が出てる感じがするぜ。うおはははおい、スナイパーを持ってる俺に勝てるやついんの？俺に勝てるのは俺だけの状態だけど、これ。393！ 思ったよりダメージ入んないな。131？ いって！あ、じゃあなんか今。なんか昔のスナイパーに比べてなんかアシスト強い気がするんだよな、この武器。気のせい。草ん中ずるいって。おい、スナイパー合戦始まった。懐かしいな、この当たったら負ける比率き。ブン！隠れんな、卑怯者が！こんにちはー。130？ 逃げんの早っ！みんな逃げてく！ちょっと待ってよ。おじさんと遊ぼうよ。危ねえな、あいつ。まさかのスナイパー2本目？ 2 本持っちゃおう。今日はスナイパーの動画やからね。2本持っちゃう。リロードかっこいい、今見たら。弾の想定のちょっとかっこよ。何台車おんねん、ここ。これでもう1200ダメージか。スナイパー2本意外と強いのでは。ちょっと、敵に全然会えてないんですけど、動画の尺足んないんですけど。あ、もうやる気だ。もう俺とやる気なんだ。逃げんな、逃げんな、すぐ。スナイパー2本撃ち。ここ、130？
130! うますぎるこの男。これスナイパー3本コースか。さすがに舐め深すぎるか。いや、3本持つよ俺は。スナイパー3本で勝てるところ見せてやる。外したら負け。怖っこいつ。シレッと C4 射撃たんだけど。さあ、残り10人。どこにいるのかな。130? いろいろされてない。オッケー。まさかこんな早くスナイパー2発飛んでくると思わないよな。これ、ゼロビルドスナイパー強すぎない。車来てんな。はい。はい。はい。もう車激ロよ、あれ。壊れた。つえ。スナイパー3本つえんだけど。さすがに2本ぐらいが無難かな。お。あいつもスナイパーか。バカバカ、そんなんじゃ勝てないよ。アサルトじゃ無理よ。よいしょ。それ。うわ、外した。当たってないの今の。これもしかして、偏差おかしい。昔とは違うのか。ちょっと偏差確認しようか。こっからあそこを狙って、ここにするか。やばいね。めっちゃ落ちるわ。さーてと。まずは君から倒させてもらおうかな。お、逃げる逃げんな。130? わー、惜しい!楽しい。おい、スナイパーがあるだけでこんな楽しいの、フォートナイトって。今、今シーズン何点ですかって聞かれたら100点って答えるわ。神ゲーです。そういえば、なんか新モードリロードっていう、なんか昔の武器とか使えるモードも来たらしくて、なんかエピックさん急に最高だね。どうしたん?急に欲しいものくれるやん。残りどこ?よっと。あ、上にスナイパー撃ってるバカタレがいる。スナイパーは俺一人でいいんだよって。よかっちゃん。やべえ!外してもうた!覗くなって。許して。もうね、スナイパーヘッドできるの気持ちいいからいいんだけど、されたらマジで最悪よ。さあ、見失ってる。130。あぶねえ。上行かれたな、先に。上のが有利だもんな。下から倒してやるよ。130。倒していく!フリポジとか関係ねえぜ!相手が悪かったな。何年この武器使ってくると思ってんだ。130? 取られた。お、危ない危ない危ない。痛い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 。 M よお前。その距離からよくそんな当てれるな。さあ、詰めてきたところをすれ違うように向こうに行くと。さすがにね、アンチ行こう。これもうあの上とか乗ったら勝ちじゃね?スナイパーで一方的に撃てんじゃない?上から。崖登りに行こうこれ。よいしょ。いたら発狂。いないよね、さすがに。よし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 。さあ、こっから、敵を邪魔臭くも見えねえって。アンチ行こう。いるんだけど、いるんだけど。やめてやめて。スナイパーで倒したいんだから。来ないでー。もう一人はどこでいいんだ?こいつと?いた。さあ、アンチへレッツゴー。やべえとこいる一人。弾道落ちすぎだって!どの辺よ、これ。あ、詰めた。あ、こっち来た。足が見えてるよー。ふ死ぬな、あいつは。死んだ。ラストワン。うますぎる。対空130カットからの、さすがに2発当ては無理か。うわ、それ当てれたらかっこよかったな。さあ、スナイパー勝負で行こうじゃないか。アンチやば、アンチえぐいって。やばい、あぶね。130、当たれ。やめて、俺はスナイパーで倒したいんだ。俺は意地でもスナイパーでお前を倒す。うわ、上行かれた。いた。来いよ、この負け盤面をスナイパーでひっくり返す。やめて、負けろ。うわー、外した。うわ、頭外した。死んだ。うわー、ということでね、結局スナイパーではなく、パンチが最強ということで、今日の動画終わりにしようかなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。